はい、こんにちは。今日もですね、お酒にまつわるお話ということでですね、動画の方を上げさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日のですね、お話なんでございますけれども、お酒が原因でですね、世界でどれぐらいの方がですね、毎年お亡くなりになられているのかというですね、お話なんですよ。年間ですね、お酒が原因で約ですね、300万人の方がですね、お亡くなりになられているというデータがですね、WHO ですね、世界保健機関からですね、発表になりましたんで、まあそういった情報をですね、皆様方と共有していきたいと思います。詳細ですけれどもね、世界保健機関 WHO は、飲酒が原因で年間300万人が死亡しており、その数はエイズや暴力、交通事故による死者数の合計を上回るとする報告書を発表したと。このうち4分の3以上が男性だったということでございます。 WHO が発表した500ページ近い報告書によると、飲酒運転、飲酒によって引き起こされた暴力や虐待、さまざまな疾患といったアルコールが原因で死亡する人は世界の全死亡者の 5% を超えているということなんですね。これね、そして最新の統計によりますと、まあね、これ2016年のですね、データで申し訳ないんでございますけれども、世界で死亡した人のうち約300万人が飲酒関連の死因で亡くなっていた。この年の世界の全死亡者に占める死因別の割合は、飲酒関連が約 5.3%、 エイズが 1.8%、 交通事故が 2.5%、 暴力が0.8% だったということでございます。 WHO によれば、世界的にはアルコール使用障害の推計患者数は男性2億3700万人、女性4600万人に上る。アルコール消費量は世界的に偏りが見られ、一人当たりの飲酒量が最も多いのは欧州で、2010年以降 10% 以上減ったものの、純アルコール換算で年間約10リッターとなっているということなんですね。このね、年間純アルコール量10リッターというのはですね、まあ、ざっくりですね、分かりやすく計算いたしますと、ビール 500ml でですね、約500本分のですね、お酒の量という計算に、ね、なってまいりますね。そして WHO の薬物乱用対策部門のウラジーミル・ボズニアック氏は、報道陣に対し、ロシアの飲酒量の劇的な減少は、ロシア政府が打ち出したウォッカの最低小売価格の引き上げ、アルコールの広告の禁止といった積極的な政策の成果だと指摘したということでね、ロシアもですね、こちら国を挙げてですね、飲酒量のね、減少の取り組みをね、行っているということでございますね。しかし、WHO は欧州以外でのアルコール消費量は増え続けており、特に中長な伸びを見せている中国とインドを抱えるアジアでその傾向が強いと指摘し、世界のアルコール消費量を2010年から2025年までの間に 10% 削減する目的に向けて、さらなる対策を取るよう各国に求めているということなんでございますね。まあ、そういったことでね、今回のこのお話なんですけれどもね、日本だけじゃなくて世界でもですね、アルコールでですね、お亡くなりになられている方がですね、まあ、年間ですね、300万人亡くなっておりますよという話で、しかもですね、まあ、全体的に言えばヨーロッパ以外はですね、アルコール消費量が増え続けてね、危機的な状況ですよと、まあ、そういったですね、記事なんですよね。それでここでですね、またちょっとね、危惧しなくてはいけないものがですね、最後のね、文面のですね、アジア圏でですね、飲酒量がですね、今増え続けているっていうですね、WHO の調査結果なんですけれども、これね、落とし穴がね、ここにあるんですね。まあ私以前ですね、アルコールはですね、鍛えれば飲めるようになるのかと、いう動画をね、上げておりまして、まあ、その時にもですね、お話はさせていただいているんですけれども、まあ、一般的にね、言われておりますのが、
白人の方、黒人の方っていうのはほぼほぼですね、主語ですね、皆さんお酒が飲めるということなんですよね。そして、まあ、アジア人ですね、要は黄色人種の方ってね、そうじゃないんですね、これね。もう 50% ですね、約半数が普通にね、お酒飲める方。で、いわゆる下戸って言われるね、全くお酒がね、受け付けない方が、まあね、5% いらっしゃいまして、残りのですね 45% ってやっぱり飲めないんですよね、あんまりね。で、その 45% の方がお酒をですね常習的に飲んでいれば、どん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 ね、その 50% のね主語になれますよっていうね、逆になってしまいますよとね、そういう話なんですけれども、まあそういったことなんですよ。ですのでね、アジア人の方はアルコール飲めないって方が、まあもともと半数は飲めないんですよね。まあそういったことなんですよ。ですので、この 45% の方がですね、やはりね、どん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 お酒をね飲んでいきますと、まあ中々にですね、これこそですね、アルコール依存症になってしまう危険性がね、まあすごくあるんですけれども、まあそういった話なんでございますね。なんでね、このアジアっていうのがね、またこれちょっと危険なのかなというところでもね、私はこの記事を見て思ったところなんでございますけれどもね。まあ今日のね、まあお話なんですけれども、総称いたしましてね、もう世界的にですね、交通事故の倍以上の人口の方がですね、アルコール関連でお亡くなりになられておりますよと。いうですね、お話でございました。お酒がですね、大好きな方はですね、今頃面白く なくてね、ポチッと切ってると思うんですけれども、今断酒されている方のですね、少しでもモチベーションになればなということでね、今回のね動画は以上になります。そういったことでですね、またアルコールにですねまつわるお話のね関連する動画もね、積極的に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。